よいしょ。よいしょ。やっぱ仕事の時ドグペいるわ。よいしょ。おい。やんぞ。何してんねん。どのタイムで筋トレしてんねん。もうめって。何してん。もう何してんねん。やめろや。やめろや、お前。何してんねん。何やねん。何やめろ。何やねん。やめろ。来んなよ。ねえねえねえ、はい、見ろ。あれ、あいつめっちゃへばってるやん。実は全然強ないんじゃん、あいつ。漫画本漫画バラエティチャンネル、みなさんこんにちは。マガゾン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。この動画にはネタバレが含まれているので注意してください。あと紹介するキャラが気になったらぜひ漫画を読んでみてね。敵キャラが魅力的な漫画は大体面白いからな。今回は敵キャラ解説第5回目。今までかなり有名なキャラを紹介してきたけど、今回はちょっとだけマイナーな作品から紹介するよ。やっとマイナー漫画から選出か。で、何の漫画なんだ。今回は大須賀めぐみ先生の名作、魔王ジュブナイルリミックスから犬飼俊二だよ。まあ今までに比べたらマイナーか。で、こいつ誰なんだ。それを今から解説していくよ。これを見るだけで犬飼の全てがわかるようになってるからね。それじゃあ早速解説していくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。まずは簡単にあらすじを紹介するね。本作は伊坂幸太郎さんの小説、魔王、グラスホッパー、をベースにコミカライズした作品なんだ。そういう漫画って大体微妙だけど面白いのか。個人的には超名作だよ。大須賀さんの漫画は全部面白いからおすすめだよ。簡単にあらすじを説明すると、新都心化計画が進む猫たちを舞台に突如現れた自警団グラスホッパーと主人公の対決の物語だよ。そのグラスホッパーのリーダーが犬飼なんだ。犬飼は新都心化計画に反対してるよ。じゃあ賛成派の主人公とバトルするってことか。主人公は新都心化がどうとか特に関係ないよ。単純に犬飼がやばいことを企んでそうだけど、ちっぽけな自分でも何か変えられるんじゃってことで戦うことになるよ。ちなみに主人公の安藤は腹話術っていう自分が考えたことを他人に言わせる能力を持っているんだ。主人公のくせにはちゃめちゃに地味な能力なんだな。それが本作の面白いところなんだけどね。あと本作は2章に分かれているんだ。1章の主人公が安藤、2章は安藤の弟の純也が主人公だよ。1章では犬飼と安藤の戦いがメインで、2章は様々な思惑を持った第三勢力が参戦してくるよ。じゃあ犬飼の解説をしていくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。まずはプロフィールから。犬飼俊二は、グラスホッパー、と名乗る自警団を率いる男だよ。中性的な顔立ちでイケメンだよね。デカパラメータの耐久力がめちゃくちゃ高いけど、どういうことなんだ。これってそういう漫画だっけ。これはドキュンにバットで頭にフルスイングされたにもかかわらず何事もなかったように電話に出るところからだよ。ヤンキー漫画でももうちょっとダメージを負うぞ。犬飼は新都心化計画に反対しており、自らが持つ圧倒的なカリスマ性で民衆の心を焚きつけているよ。明らかに怪しいな。こいつ、敵だな。敵キャラ紹介だからね。てかさっき言ったし。性格は正義感が強く冷酷。矛盾した性格だな。市民を守るため、はたまた国の未来を守るために行動するほど正義感が強くて、表の顔はめちゃくちゃいいやつなんだ。でも理想の世界を邪魔する人間には一切容赦しない冷酷な一面もあるんだよね。まあやり方はあれかもしれないけど、平和にしてくれるならいいんじゃね。でも犬飼が猫たちに現れてから犯罪件数が増加しているよ。
理由は理想の街にするためにドキュンなどをグラスホッパーの人間を使って排除しているからなんだ。1章ではグラスホッパーのリーダーだけど2章からは政治家になっているよ。最終的には世界でも変えようとしているのか。まあそれは次に解説するよ。それじゃあ犬飼の目的を解説していくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。犬飼の目的について、さっきちらっと言ったけど、犬飼は猫たちの新都心化計画をなくすことを目的にしているよ。まあこれは表向きというか本当の目的を達成するためのきっかけにしか過ぎないんだけど、何やら活気だこいつ。まず新都心化計画を阻止するために市民を味方につけることから始めるよ。犬飼は犬飼に賛同する者たちの集まりであるグラスホッパーを使い街の平和を守るんだ。外面は半端なく良くて圧倒的なカリスマ性の犬飼は民衆の心を引きつけて支持を得ていくよ。でもそのやり方が問題なんだ。犬飼は治安を守るためならたとえそれが殺しであっても実行するんだ。もちろん自分の手は汚さずにグラスホッパーを使ってね。一番悪い奴のやり方だな。でもそれはあくまで本当の目的を達成するためのステップでしかないんだろ。一体何がしたいんだ。犬飼の真の目的は世界を変えること。自分は世界を変えるために存在していると考えているよ。まあやり方が問題なだけで目的自体はそこまで悪いことじゃないんだけどね。犯罪者のいない世界を作ろうとしたデスノートのキラとかに近いかもね。実際犬飼が思う理想の世界がどんなものなのかってことはそこまで明確化されてるわけじゃないけど、とりあえず私欲を満たすためだけにやってるわけじゃないんだな。一応的だけど本質的に悪いやつではないのか。じゃあ続いていかにして民衆の心を掴んだのか解説していくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いて犬飼の能力について、といっても腹話術のような特殊な能力があるわけではないんだけど、ラスボスなのに能力者じゃないのか。脇役でも異能を扱ってるみたいだけど、本作はバトル漫画ではないけどそういった特殊能力要素があるね。でも犬飼に関しては作中で能力が何か明言はされていないんだ。じゃあ何を解説するんだよ。特殊能力ではないけど犬飼の圧倒的なカリスマ性は特殊能力と言っても過言ではないよ。犬飼はとにかく一瞬にして大勢の人間の心を掴んでしまうほど、人を魅了する力が強いんだ。また邪魔者を排除するために結構めちゃくちゃやってるにもかかわらず、最終的には総理大臣になるまでに至っているところを見るに、立ち回り方もとてつもなくうまいよね。総理大臣だと、どういうことだ。それについては次解説していくよ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。続いて犬飼のその後について、1章ではグラスホッパーのリーダーだった犬飼、2章では未来党という政党を立ち上げ政治家になるんだ。あれ、安藤は犬飼を止められなかったのか。犬飼が演説中に腹話術を使って、巨乳大好き、と言わせようとしたんだけど寸前で力尽きて負けてしまうよ。なんだその無駄な抵抗。安藤はカリスマ的人気の犬飼の威厳を失わせようとして、巨乳大好き、って言わせようとしたんだ。倒し方の癖がすごいな。2章では政治家になり、日本を変えようとするんだけど、敵対する組織に演説中に狙撃されるんだ。でも一命を取り留めて1ヶ月後に政界に復帰。そして10年の時が経ち、国民の圧倒的支持により総理大臣になるんだ。結局犬飼を止めることはできなかったんだな。本作の最後に演説中に2章の主人公であるジュニアに邪魔されるけど死ぬことはないよ。この後犬飼が理想の世界を作ることができたのかどうかはわからないけどね。まあかなり深いテーマの物語だから詳しく知りたい人はぜひ読んでみてね。ということで犬飼俊二の紹介でした。
ちなみに2章の主人公、ジュニアは闇落ちキャラなんだけど、それに関しては以前動画にしているから概要欄からどうぞ。それじゃああとはピエロを頼んだぜ。マガトン、漫画バラエティチャンネル。どうもピエローです。今回は紹介した犬飼が登場する魔王ジュブナイルリミックスは個人的に大好きな作品です。今回はキャラの紹介だったのであまり詳しく紹介できませんでしたが、めちゃくちゃ深い作品で終わり方も素晴らしいのでぜひ読んでみてください。ガイデン作品のワルツも名作なので合わせて読むことをおすすめします。でカオスガさんの作品は全部面白いので読んでください。ということで今回はこの辺で、チャンネル登録よろしくねー。高評価、Twitter のフォロー、ブログのチェックも忘れずにー。マガゾン、漫画バラエティチャンネル、みんな覚えてねー。それではまた。